Next and last to skate, aus Japan, representing Japan, Umi Suitsu. もともとですね、体の柔らかいね、割とこう綺麗な滑りをしてたんですけど、ジャンプやなんかがですね、もう一つ出来不出来っていうのが多かったんですよね。それは今シーズンはね、やっぱり確実に力つけてきましたね。ショートプログラム第5位、1位との差は 9.86 ポイント、3位との差は 2.36 ポイントです。ジャンプがですね、やっぱり大事ですね。ちょっと構えちゃってますね。体がね、止まっちゃうとね、なかなか難しいんですけどね。2つ目のトーループ。彼女はトリプルトリプルのね、トーループジャンプが飛べる選手なんですけど、高くなってますね。レベルとしては4は取れるんですけどね。前にちょっともうウエイトが、ね、後ろへこう落ちてしまいましたね。トリプルトーループ、ダブルトーループ、最後のスピンがですね、まあ、レベル的には4を取れる変化をしてるんですけれども、やっぱりスピンの質としてはですね、プラスをもっと取れるっていうまでいかない、まあ、プラス1がやっと取れるかなっていう感じなんですよね。っていうのはやっぱりもうちょっともう他の選手に比べてもう見てもらうと分かるんですが、やっぱりもう一つガッてくるようなね、回転のスピードとかコントロールっていうのがもう一つないんですよね。特
に今回アメリカの選手は見せつけてましたよ ね、 そうなんですね。アメリカの選手はね、本当にねうまくね、稼いでますね。そうでしたよね、はい、で現実にそれが稼げるっていうことは、きちんとしたポジションにあるということなんですよね。で彼女は最終滑走者っていうこともあってかなり緊張してたんじゃないですかね。ショートの時の動きと、当然違うのは当たり前ですよね。滑走時間が長いんですから、上体に随分力が入ってるって感じですね。ですから首がね非常にこう固定しちゃうみたいな形でジャンプ飛ぶ前にちょっと斜めになるような、そういう動きが多かったですね。いつもよりはちょっと癖でね少しこう首をかしめるような動きがあるんですよ。でそういうのがやっぱりいい結果に結びつけばいいんですけど、どっちかといえば悪い結果なんですけど、やっぱりそれだけ柔軟性がなくなる。In Kürze mit der Siegerehrung des Damenwettbewerbs fortfahren werden. Ladies and gentlemen, I would like to ask you to stay with us just a couple more minutes because after the marks for Rumizuitsu, we will continue with the victory ceremony, junior ladies. GOE での評価でプラス欲しいというそうですね。でもね、初出場で最終回数。いやいや、僕頑張ってますよ。そうですよね。はい。だって最終滑走に入るということはベスト6出場選手の数から言ったって50人を超えてるわけですから本当そうですよ ね、 ねその中で初出場でその6位以内に入ってるっていうこれはね大変なことですよ。そうですよね。ただねちょっと心配なのはですね、はい、武田さんがねあまりもう一つ力を出し切れなかったでしょ、はい、彼女の順位以下に来年日本の出場枠がどうなるか、トータルで13ポイントディポンティフェリーテクニシャンエレメンテそのプレッシャーもあるじゃないですか。多分ねそれあると思うんですよね。やっぱりね周りでも、ね言わなくても Das ergibt eine Punktzahl von 14,94 und mit einem 104,95 liegt sie auf Platz 5.